あちゃ、れちゃんでーす。今回もジャンプチやっていきたいと思います。はい、ということで、今回はですね、こちらの飼竜をゲットしましたので、使っていこうかなと思います。いやー、こちらも大変でしたね。確か、80万だっけ?ぐらい集めなきゃいけなかったんで、まあ、なんとかゲットすることができました。ということで、性能を見ていきましょう。はい、必殺技が406%で HP3% 消費で2ターン必殺技で与えるダメージを 17% アップって感じですね。で友情が、回復と必殺プチ生成で特性はプチ無効2ターン短縮と攻撃力アップ、そして、受けるダメージを1400軽減。まあ、この辺からしても強そうだよね。はい、ということで、こんな感じでございます。ということで、前回アテナをやったところのシラにまた行きたいと思います。パーティーはこんな感じです。主に飼竜を、攻撃のメインとしたいので、あとはプチ変換やらなんやらをもりもり詰めております。ということで、やっていきましょう。お、喋った。ここつながりあるんですね。ということでやっていきましょうか。オッケー。じゃあこれでつなげて演出見たいと思います。やっぱ遅いね。もうかっこいい。かっけえ。25000。強っ。強いっすね。はい、ということで、やっていきましょう。では、二次プチ変換。で、必殺プチ変換。さらに、必殺プチ変換。で、必殺技アップ。では、ここで、使っていきます。で、必殺技、違う、攻撃力アップ。で、こっちが、必殺技アップ。これ、繋がるかな?弱体化。さあ、ではこれでコピーして火力アップ。エマつなげろ。うわ、つながんね。では飼竜だけで撃ちたいと思います。オッケーだね。では18号打って終わりにしましょう。おお、49万、やば。あ、ちゃんとあれだね、この2体なんだね。めっちゃ喋るやん。はい、ということで、いかがだったでしょうか。飼竜使ってみました。いや、強かったね、こいつ。6の状態でこんだけ強いってことは、12にしたらもっと強いんだろうね。あと、上がるのが、30でしょ?40、50。54% 上がりますね。そして、ダメージアップの効果も 9% 上がる。ということで、26% 上がるのか。いや、強いね。めっちゃ強いなぁと思いました。しかも攻撃タイプだし。攻撃タイプってあれだもんね。火力が高い上に、さらに攻撃力アップと攻撃タイプの攻撃力アップみたいな、そういう持ちのやつが結構いるので、
まあその辺入れて火力爆上げしたらめっちゃ強いなと思いました。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄にツイッターのリンクを載せてありますので、フォローぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またねー。